りそうだと思う。私がそう思う。ちょっと待って。試合前です。テレビでは普通に市民館の世界選手権はやっております。すごいでかい。これやばい。初戦の前にあります。昨日のね、ヨッピーと夜ご飯食べてからね、すごい調子悪くなってね、すごい下痢とね、気持ち悪くなって、そこから、まあ20時間はないけど、16、7時間寝て、だいぶ回復しました。顔色はあんまり悪くないですね。うん。今日はあと3時間ぐらいから試合になりますが、もうそろそろ大丈夫と思います。まあ体調悪いのしょっちゅうなんで、何かな、食あたりか胃腸炎にしちゃもう治ったっぽいしな、謎です。とりあえず食べ物が怖いです。以上、イギリスから See you。カールボイスが勝ちました。コメンテーターですが、はい、ベクイン。はい、お疲れ様です。デイツ、勝者1回戦か。無事プレーは良かったんですけど、ヨッピーに顔色が悪いと言われ、顔色が悪いんでしょうか。自分で見ても分かりません。顔色は悪いですが、なんかヨッピーに食べさせなきゃいけないということで、今日はカレーを作りながら、僕はおかゆを食べて、明日に備えたいと思います。明日からまた厳しい試合になると思いますが、って感じです。テーブルコンディションはね、かなり重たいな。新品のラシャラあれは重たいってことは、やっぱりもうロール、その、最近のシモニスの86のロールそのもの自体がやっぱ重たくなってきてるのがちょっと毛羽立ってる感じで、ちょっとあんまりよくわかんないけど、まあクッションも遅いしね、まあフィーリング合わせられると思うんですけど、まあプレーは悪くなかったです。はい、ね、明日も頑張っていきたいと思います。ヨッピーはね、残念ながらマリオヒーにヒルヒルで負けちゃったんですけど、また明日ヨッピーも配信あるんで、2人とも頑張っていきたいと思います。ではまた。井岡さんにカレーを作って、僕は謎の食中毒か胃腸炎のためカレーが食べれませんので作るだけ。うまいよね、うん、人が食べてればいい。いただきます、うん、シェフ。うん、最高だね。最高にまずい。最高だね。明日食べれたらいいな、俺も。最高です。どう、肉。肉うまい。お肉良さそうだったよね。うん、牛だけでしょ、これ。これ牛。超牛。これは、うん。うまいね。ああ、そう。これはうまい。いいね。うん。これ美味しいね。明日食べるわ。そんな感じです。See you。